はい、今日のね飲居おやつの時間は飲み物ですね。インカコーラちょっと飲んじゃったんですけども、これコカ・コーラの商品だそうなんですよ。あのね、南米とかペルーとかメキシコのあたりで飲まれてるコーラなんですけども、こうやって黄色いんですよね。まあ、あの黄金のコーラといういでたちなんですけども、これ 500ml 缶なんですよね。あ、ペットボトルだ。炭酸でちょっとね甘みが普通のコーラよりも結構します。でコーラとは全く別の味です。でもね、なぜかね懐かしいというか癖になる美味しさですね。あの幼い頃駄菓子屋でなんかノーブランドのジュースみたいなね、30円ぐらいの飲んだことがある人いると思うんですよ。なんかこうチューチューと吸う袋みたいな入ったやつ、あれに似たような味がするような気がします。これはね、山口県の三河ムーバレっていうところでも売ってるんですけども、テーマパークで、地底王国ムー帝国のねインカアトランティスをモチーフとしたテーマパークなんですけども、あそこにも売ってるんですけども、まあ通販でも買えるんですよ。近くのスーパーにはないと思うんですけども、まあアマゾンでもヤフーショッピングでもね結構買えますんで、ちょっと高いですけどもね、170-180円するんじゃないかな一本、送料もかかりますしね。大安売りしてるもんではないんですけども、まあちょっと変わった味を楽しみたい方、メキシコ、ペルー、南米、この辺に憧れのある方はね、マヤ民族に憧れのある方は飲んでもらってもいいんじゃないですかね。私もね、あのテオティワカンの文化結構好きなんですけども、あの辺のことを思いながら、飲んじゃおうかなと、いただきます。ちょっとまあ飲みかけだったんで炭酸は切れてきてますね。でも美味しいです。甘みはきついですよ結構、まあ、だからそうですね、なんかこのメキシコとかの辛い料理とかあるじゃないですか、エスニック料理、あれに合うんじゃないですか。エスニックのやつを食べながらこれでちょっとね口の中を回りたようにするみたいな感じです、だからなんつうのかな、あの甘いものを食べながらブラックコーヒーを飲むのの逆の感覚ですね。インカコーラ、まあ黄金なんで何それって感じで聞かれるんじゃないですか、結構目立つんじゃないですか。まあこういう変わったものがちょっとあってもいいかもしれないですね。まあジンジャーエールに飽きたらどうでしょうかって感じですか。まあ珍しいもの飲ませていただきました。ありがとうございます。